everyone! The day after tomorrow, February 22nd, is Gundo Misuzu's birthday! Happy early birthday! I love you, Misuzu! 皆さん、こんにちは。テレビアニメ、ともちゃんは女の子。この番組のパーソナリティ、キャロル・オールストン役の天木サリーです。なんと、あさって2月22日は、群堂美鈴ちゃんのお誕生日です。ちょっと早いですが、おめでとうございます。ちょっと猫の日にふさわしい子の誕生日ですね。本当に猫ちゃんみたいで。調べてみると、ふうふうふうという語呂に合わせておでんの日でもあるそうなんですが、私の一番好きなおでんは、餅巾着です。なんかプレゼントみたいで。それ初めて食べた時、ただのなんかきつねうどんの上のやつかなと思ってかじってみたら、なんかお餅入っててすっごい嬉しかった記憶があるので、大好きです。さてさて、この番組は、キャロル役の私、天木サリーが、テレビアニメ、ともちゃんは女の子の出演キャストをゲストにお迎えしてお友達になろうという番組です。前回は、群堂美鈴役の日高里奈さんに来ていただきました。もう本当にね、最後に、サリーさんとどうやったら親友になれるって聞いてくださったりも、本当に心の距離が近づきまして、それこそリエリーさんとはもう、ご飯にも行きましたし、お買い物にも行きましたし、お揃いのパーカーも買いましたし、で、リナさんはリナさんで、もうご飯に行くスケジュールの日程も決めてるんですよ。はい、なので本当にもう、日に日に仲良くなっております。そんな中、本日ゲストに来てくださる方は、数ヶ月アフレコを共にしたり、ラジオで楽しくお話ししたのにもかかわらず、俺たちはただの同僚だと言って帰ってった、あの人が来ます。楽しみだなぁ。すごい楽しみです。そして、この作品を通じてですね、リスナーの皆さんとも交流できたらいいなと思っているので、メールや SNS などで、参加してください。Twitter のハッシュタグはカタカナで、ハッシュタグキャロラジです。番組の感想などをたくさんツイートしてください。それでは始めましょう。テレビアニメ、ともちゃんは女の子、キャロルのふわっとラジオ。改めまして、キャロル・オールストン役の天木サリーです。それでは本日のゲストに、同僚にご登場いただきましょうこの方です。はい、こんにちは、久保田純一郎役のただの同僚、石川海人でございます。はい、よろしくお願いします。いや、気持ちいいぐらいの切れ味だよね本当ですか。なんか気づいたらこう肉がサッて裂かれてるみたいな。いや、素敵です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい、まあ、一応今のところリエリーさん、ニナさん、そして天崎さんと、まあお友達に慣れてるんですけど、石川さんとは全く心の距離が縮まらないでも今日頑張ります。私本当に頑張ります。頑張ってください上からだね。頑張ります。まあじゃあどうしましょう。石川さんのことを知るために、今日はおでんの日らしいんですがえ、あんま俺のこと好きじゃない好きなおでんもありますか。好きなおでんですか。はい、僕が好きなのは昆布なんですよ。あ、そうなんですね。昆布がもう出汁が取れてもいいし食べてもいいしで、すごい効率のいい食材ですよね。どうしましょう、気が合わないです。やばい、まずい。私一番昆布が嫌いですいや、あなたはまだ昆布の進化を分かってない本当です。本当に美味しい昆布を食べてみてください。あ、わかりました。でもセブンイレブンに売ってますんで、はい、食べてみますね、ありがとうございます、はいはい、皆さんもじゃあ昆布食べてみてください。お願いしますよ。最近は、はい、ここでメールをご紹介したいと思います。ラジオネームサンデーエレファントさんからです。ありがとうございます。サリーちゃん、カイトくん、こんにちは。こんにちは。第5話でのお泊まり会、2人とも早寝で可愛いなってなりました。お二人はお泊まり会や旅行などで友達の寝るときはすぐ寝るタイプですか、最後まで起きているタイプですか。天木さん、すぐ寝そう。なんでですか。え、なんか気づいたらすーやってなってそう私最後まで起きてますよ、信用してないのでいやいやいや、闇深どっちが闇落ちてんの、怖いよ何されるか分かんないどこで生まれて育ってきたんだよめちゃめちゃ治安悪いじゃん本当に。でも石川さんどうですか、お泊り会とかしますか。いや、お泊り会、あれ、お泊り会、お泊り会、嘘でしょ、ないよ。ないですか。友達、幼き頃もないですか。幼き頃も人ん家に泊まるはなかったな。 あ、じゃあ家に来るみたいな、もうあんまない次に行きましょうか。この話やめます
いやでもなんか旅行とかで友達と行ったりとかするじゃないですか、はい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 、もうそういう時はもう大人なんで、はい、こうまあちょっと飲み行ったりとか部屋飲みしたりとかして、はい、で気持ちよくなっちゃうからもう同時に寝ますよね。もうあみんなでってことですか。そうそうそう、お酒飲んでもう寝るかっつって寝ちゃいますよね。それはそれで楽しいですね。うん、確かに。え大丈夫この空気大丈夫。いや大丈夫じゃないです大丈夫じゃないんだ。じゃあ終わりだ。今日やめとこうもうこれ。一旦ご飯行こっかじゃあ。表に出していい関係性じゃないよこれ。はい、まあでもじゃあ石川さんがねお泊まりとかできるお友達ができる日にまた来てください。俺の努力次第。そしてここからはアニメについてトークしていきましょう。はい、ツイッターのハッシュタグを検索したところ純一郎くんの考察で盛り上がっていましたね。第4話でともちゃんに仕返しをしようとしていた不良グループ5人を純一郎くんがやっつけた時、うん、顔の傷を見たともちゃんにその理由を問われて転んだと言ったシーン、とも、うん、ちゃんが中学の頃からよく転ぶやなと言っていましたが、これって中学の頃からともちゃんにバレないようずっと守ってきたってことですよねという、うん、よかったですね。名前覚えなくていいっすよのところ。 あれあそこかっこいいよね。すっごいかっこよかったです。悔しかったですけどちょっと落ちちゃいましたね。悔しかったですけど何抗わなくていいんだよ。すごいかっこよかったです。どうですかあそこのシーン演じている時。いやなんか多分純一郎にとってはそんなに特別なことやってないっていう感じだから、まあ、アニメの演出とかこうアングルとか、まあ、その音響のこう編集的にもすごいかっこよくしていただけたなと思ったんですけど、なんか僕的にはそこまでこうなの情感込めて俺今最高にかっこいいぜみたいな気持ちではなくて、まあ、いつも通りいつも通りっていうか、まあ、たまにこういうことあるしいつもやってきたしみたいな流れなのかなと思ってはやってましたね。なんかさらにかっこよくなりますね。当たり前に言ってる方が。ありがとうございます。でも徐々に純一郎くんの心も揺れ動いてるんですよ。なんかとも、ね、ちゃんが後ろから抱きつこうとしたら、うん、俺からはいいんだお前からはなんかダメだ、うん、なんかダメって何ですか。第二次成長期を感じさせますよね。そうですね、あの小学校10歳ぐらいからの、はいね、少年の心を感じますけれども、うん、なんかこう女の子っていうか、まあ、異性を異性としてちゃんとなんか見るみたいなところが生まれてきて、はい、ここからですよね恋愛感情が生まれるかどうかっていうのは ね、はい、今ちょうど種がこう芽吹いたところなんじゃないかなっていうね気持ちでいますけれども。そうですね、はい、でそんな中第6話で、うん、6話が放送になり、うん、純一郎くんがともちゃんにプレゼント、うん、誕生日プレゼントを渡したり、うん、で女の子っぽくともちゃんを、うん、キャロルちゃんとみすずちゃんが女装させる、うん、女装はひどいよねあれね。ちょっと女装させるんですけど、うん、純くんが気づかないんですよコンビニで会っても、はいはい、そんなともちゃんと、うん、どうですか。だってキャラデザインめっちゃ美人じゃなかったか。美人ですけど女装ともなんかえ感じ取らないものですか。えもし石川さん好きな人がいるとするじゃないですか、うんうんうん、でちょっとヒール履いて、うん、いつも以上にちょっと女の子っぽくしてたら気づかないですか、うん、身長が高い心配するかもしれない。どうした、何があった。気づきはするんですね。な悩みでもあるのか、好きな男できたか、振り向いてもらえなかったか、相談乗るぞ。愛が重いですね。親戚のおじちゃんになっちゃったんですよ。はい、まあでも石川さんも気づくのに純くんは気づかないっていうことですごい鈍感ですね。そうまだまだこう芽吹いたばっかだからさ、うん、その可愛い可愛くないとかじゃなくて友か友でないかみたいな、ああ そ, うです、ね、そういうところの今せめぎ合いっていうかちょうど中間地点にいるんだと思うんだよね。確かに。で後半パートではあのドッジボールをやってたんですが、うん、純くんがともちゃんの盾となったっていうんですかあれはね。コントね。盛大なコントね。ゴーマ先輩にすごいなんか一撃が来るぞってなった時に、うん、なんか純くんが前に入ってキャロルちゃんとかみすずちゃんはすごい冷め切ったツッコミしてたんですけど、うんうんうん、私的にあそこもキュンキュンキュンしてました。でもあそこマジでファンタジーアニメに出てる時ぐらいちゃんと声張ったよ。トモっつって。アフレコ現場すごかったです。もうねまさかともちゃんは女の子で、はい、あの声の張り方使うって思わなかったもん。はい、いや楽しかったですよだから演じててもなんか高橋さんもそれに応えてめちゃめちゃ熱くやってくれたじゃないですか。そうですね。なんかいつか高橋さんとバチバチにバトルするなんか役でアニメ出たいなってって思った。あそれでぴったりな気がします。こっちが悪でいいから、はい、
ボコボコにしてほしい。素晴らしかったですね。そして第7話も放送になりまして、はいはい、10年前友と純一郎が出会った日の回想ですね、うん、ゲームっ子だった純一郎がどん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 変わっていったりとか、うんはいはいはい、あとお約束の水着会です。ああ友ちゃんとキャルルちゃんが本当破壊力ある水着を着ていたり、ナンパされているところ友ちゃんがナンパされているところにね、うん、また純くんが来てくれるんですよ助けに。もうすぐ行っちゃう。だってずっと見てんだもん友のこと。見てましたね。でなんかやっとちょっと意識し始めましたよね。いやさすがに水着は意識するだろう。はい、もう女の子として見てましたね。うん、もうなんかもう加速度的に成長してるよね。そうですね。その辞任って成なんかそのなんだろう、加速度的にその友への認識がちゃんとこう恋愛対象になってってる感じがすごいして、すごいなんか演じててもどういう気持ちでやればいいんだこれはって。でも下心じゃないのよね。そうですね。ただやっぱその全くないかって言われるとないわけじゃないから、うん、そのバランスよね。あんまり出しすぎるとキモいやん。確かに。だからなんかそこら辺すごいこの水着会めっちゃむずいなって思いながらやってた。でもよくなんかじゅんくんが戸惑う時の、うん、なんていうんですかね、内情を表す時のロケット発射とかがすごい私大好きで、あの描写さアニメになることでより爆発力増するよね。すごいですね。ジン君今いっぱいいっぱいなんだな。可愛いなってなるよね。はい、まあね、そんなついにともちゃん意識し始めた純一郎くん、うん、気になる続きはあさって2月22日に放送になる第8話でお楽しみください。ではメッセージ、ここで1曲お聴きいただきましょう。ブルーレアの DVD 第3巻特典 CD キャラクターソング CD ボリューム3、相沢とも CV 高橋理恵でどんぐりコロコロともバージョンです。お送りした曲は相沢とも CV 高橋理恵でどんぐりコロコロともバージョンでした。いやどんな気持ちなん。この曲に関わった全員聞いていきたいですね。一人一人こんにちはのところの情感込めた何を想像してこんにちはって言ったんですかとか。はい、いろいろ動画があるみたいなのでね、他のも皆さんぜひぜひ聞いてくださると嬉しいです。はい、お願いします。たった一人に丸々と言わせたい、ラジオネーム迷宮入りのコロインメライさん、キャラルちゃんにバーカと言わせたい、トモちゃん is a girl Chaos Spot Radio。 はい、キャラルちゃんのバーカが可愛すぎて好きすぎるので何回も聞きたいですだそうです。はい、何回でも聞きたいです。本当ですか。はい、3回言ってますよ、あの作中でも。うん、もう一回言って。もう言ってほしいしかもう考えられない。わかりました、いきます。はい、バーカ。おお。どんな気持ちですか。今ね染み渡ってる、静脈と動脈にバーカが染み渡ってる今。ジュン君のも聞かせてください。いやいやいや、なんでですか。いやいい、お願いします。いいいい、私が聞きたいです。いじゃあ天木さんのバーカは、はい、キャロルから外れて天木さんだったらバーカってどういうの。バーカ。おーい。すごい、もうグリフォンに乗ったメガネの魔法使いぐらいの叫び声出た今。初めてグリフォンに乗って空飛んだ時のフォーが出たわ今。いや最高です。体動かしてる石川さん初めて見ました。一応あのマイク引いたもんね。はい、行きました。大きい声出ると思って。いやありがとうございます。ご褒美です。もう、まあ、じゃあいつかじゅんくんのバカもね聞けるまで
なりたいと思います。どっかでね、はい、どっかで、もう一回ラジオ呼んでくれたらあるかもしれないですね、はい、イベントとかもあるのでね、そこで聞けるかもしれない。イベントでやるのきっつきついことは客の喜びということでね、はい、イベントで撮っておきましょう、はい、バーク選手権みたいなね。そうですね、やりましょう。それではコーナーに行ってみましょう、うん、石川さんと友達になりたいじゃなかった、カイトさんと友達になりたい。距離が今もうバーン開いた。カイトさんって書いてあるのに石川さんってもう変換されてんだもん。すいません、自分の体の拒否反応が。嘘でしょ、そんなに。はい、まあ、未だにね友達認定されていない石川さんとですね、うん、お友達になるにはどうしたらいいのか、リスナーさんからアドバイスを送ってもらおうという石川さんだけのコーナーです。ありがとうございます、はい、ちょっと厄介で申し訳ない。はい、そして前回出演していただいた時に、うん、石川さんがエナジードリンクが好きって言っていたので、うんうん、おもてなしをするために、うん、各種取り揃えてみました。お好きなドリンクを選んでもいいですし、お持ち帰りいただいても OK です。いいんですか。なあ、もう8個ぐらいありますね。これとこれと、ちょっと前から離れすぎて全然持ってないんですけど。まあ、一応ねこれももらっとこ、あーでもこれがね美味しいんです、ね、うわー、はい、そうなんですね。4本ぐらいもらってね、はい、最近はあのエナドリをやめて、あのちゃんとコーヒーで自然由来のものを取るようにはしてるんですけれども、はい、ちょっとこれはいただきましょう。ありがとうございます。まあ、ただより怖いものはないということで。怖いじゃん、じゃあじゃあ怖いじゃんこれ、はい、4本分の何かやらされるってこと。そうですね、4本分友達になっていただきたいと思います。はい、えぎ、まあ、石川さんとどうやったら距離を縮めればいいのか、うん、アイディアをいただいているんですが、はいはい、まずは相沢智役の高橋理恵さんからいただいております。おー、すごい。理恵さん、ありがとうございます。すごい、箇条書きでいただいてますね、はい、1. サウナについて教えてもらう、はい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 、2. アメリカ流の占いをしてあげる。あるの？あります、3. いいところを見つけ次第褒める。4. 普通に後輩としてお芝居の質問をしてみる、うん、おー、3番に関してはだってもう、はい、子供のなんか家事手伝い教育方針みたいな感じになってるもんね。いや、石川さんいいとこだらけですよ。いやもういい、これ聞いた後に言われてもそうなんだとしか思わないよ。いいとこだらけですよ。いや、これはね黙ってやってくれよ。失敗した。いや、アメリカ流の占い、うん、アメリカ流は星の、何々座とかの占いがすっごい人気で、例えばなんかあのじゃあ今度付き合う人何々座なんだみたいな、やめといた方がいいよみたいな感じのなるぐらい、それぐらいなんか星占いがすごい人気なんですけど、小学生の時の同級生の女子たちがみんなそれやってた。本当ですか。アメリカずっとそれ人気なんですよ。12星座なんだ。じゃあ、はい、石川さん10月生まれ、そう、天秤座、天秤座リブ、あ、リブ、リブラっていうやつなんですけど、石川さんは リブラ、はい、で私が4月なのでタウラスなんですけど、空気属性と私地球属性で一番正反対なところにいて、あ、いいじゃないですか。全然相性が良くないらしい。最高だね。そうですね、なんかロミオとジュリエットみたいな。じゃあ恋に落ちるやそれは。そうなんだ、おもろいね。そうですね、そうか、お前空気だよって言われたの中学校の時ぶりで、なんかすごい心がギュッてなりました。空気属性なんだけど、属性だもんね。属性です、はい。お前空気だなって同級生に言われた時すごい傷ついたの覚えてんだ。存在してますよ、石川さん、うん、グループ発表の授業だったんだけどね。あ、だったらじゃあ空気が悪かったかもしれない。石川空気じゃん。ってなった。石川さんあれですよね、お芝居の質問とかあんま好きじゃないイメージがあります。いや、そう、はい、なんか、以前そのお話ししてる時になんかちょこっとお芝居というか、なんかその声優のお話をさせていただいた時に、なんかちょっと恥ずかしいから演技の話とか好きじゃないんだよねって一瞬ポロって言ってて、いや、もうめちゃめちゃ恥ずかしいでしょ。めっちゃ恥ずかしいでしょ。なんかいや、俺はお芝居こういう風にやってんだよね、こういう志でさお芝居に向き合ってんだよね
って言って実際にアニメで出たやつがそこまでじゃなくないって思われたらめっちゃ恥ずかしくない？そんなことないですよすげえやだもんそれまあでも何かあったらじゃあ質問させてください。あのできうる限りで、あの、はい、自分の持てるこのキャリアの中で答えさせていただきます。嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、リーさん俺に言え俺が答えるっつってんだ俺に言え、はい、じゃあここからは、リスナーさんからのメールをご紹介していきます。はいはいはい、ラジオネーム F 氏さんからです。ありがとうございます。石川さんはバイク好きなようなので天木さんが後ろに乗ってみたいとおねだりして一緒にどこかに行ってみる、キュンとはするけどね。好きですかこういう系の子？あんまりなんか苦手な気がします。後ろに乗ってみたいって言われて乗り方教えてからだったらはい、いやそれは分かってから来いよ、はい、危ないんだからとは思っちゃう。なるほど、うん、石川さんいいですか聞いてください、はい、私バイクの後ろに乗る属性だと思います。乗る属性だと思いますなんか敵地球属性でありながらタンデム属性も持ってるの？属性というかあの、うん、責任だと思うんですよ。なんで？っていうのも私あの2年前にとあるあのヤンキー作品にハマりまして、おうおうおう、でその子たちがみんなバイク乗ってたんですよ。で私もバイク乗ろうと思ってパンフレットまで取り寄せたんです。おうおうおう、そしたら友達にサリーって好きな人になんか趣味とかいろいろ合わせちゃうんだねダメだよみたいな感じで言われて、おうおう、あじゃあバイク乗るんじゃなくてバイクの後ろに乗せたい女の子になろうと思って、おうおう、でその子と一輪車の練習したんです。一輪車の練習なの、はい、そこでやるのが体幹トレーニングなんですよ。確かにね、確かにね、まあ、そうなんだけど後ろになる時に、なので一番なんかバランス感覚もいいですし、うん、あんまりなんかあ怖いとかもならず全然え乗ってるみたいなぐらい多分なんか してるので、芯が。いや私これもう男性リスナー分かってくれると思うんですけど、はい、バイクで後ろに女の子を乗せる時とか、まあ、乗せるっていうシチュエーションがあった時に、はい、キャー怖いでちょっと会ってほしいのよキャー怖い胴回りにギュッ抱きつきギュンなのよ。そうなんですね。だからいるかいないかわからないんだったら荷物でいい練習した意味がないです一輪車。そうなんですね、うん、まあ、じゃあちょっと一輪車忘れた頃に石川さんに行ってみます。多分もう忘れてるんじゃないですか忘れてた。後ろ乗せてくれますか？うん、もうバイク売っちゃったんだよな。あー、くー、 F 氏さん、はい、すいません情報がちょっと更新されておらず申し訳なかったです。続いてです、はい、ラジオネームゆーなまたの名を医師もさんからいただきました。はい、あざます。カイトくんファッションのすいません、カイトくんファッションの私誰俺ファッションって何パリなの俺、カイトくんファンの私からすると、うん、彼はオムレツにハマっているらしいのでオムレツに何か入れるとしたら何が合うのかについて語り合えば余裕でいけると思います。小声。ちなみにカイトくん納豆好きです。あ、イヤホン越しの小声納豆好きなんですか？納豆大好きですね。でオムレツも好き。そうだからなオムレツの中に納豆入れて、はい、あのからしマヨかけて食べるとめっちゃうまいのよ、はい、そうなんですね。なんかミスマッチ感がすごい、ね、なんか想像するとそうなんだけど、はい、なんか卵の中にちょっとだけ白だし入れて和風にするとめちゃめちゃ合う。なるほど。じゃあ、せーのでオムレツに入れたら美味しいものそれ以外で、うん、あ、オッケー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 。じゃあ行きましょうか。せー、合わせに行きますか、それとも合わせに行くの？何ボケますか合わせますかって大喜利前に絶対やっちゃいけないやつだよね。違う違う、お互いに合わせに行くのかお互いの個々のやつを言うのかで。あ、もちろん個々がやっぱりこう偶然会った時が一番絆深まるんじゃない？わかりました、はい、お願いします。偶然、はいじゃあ行きますか。はい、オムレツに入れたら美味しいもの、せーの、みたいなほうれん草いやーチーズもうまいんだけどね、はい、ほうれん草うまいのよ。ほうれん草、あ、絶対美味しいですね。そうなの。ほうれん草とチーズが入ってるのが一番美味しくないですか？どっちも。どっちもがいいね。そうですね。やっぱぐちゃ混ぜ、ぐちゃ混ぜって言い方汚ねえなやっぱ混ざってるやつがね、はい、お得感ありますしね。そうですね。ほうれん草はバターソテーにしましてから入れますと本当に美味しいんですよね。料理できるんですね石川さんって。料理できるかって言われるとちょっと微妙なんですけどこの間ピーマンの肉詰め作ったらつなぎのパン粉多すぎて、はい、マジでぐっちょぐちょのピーマンのパン粉詰めができたぐらい苦手ではあるんですけどなんか悲しくなっちゃった、はい、いやでも下手であればあるほど上に行けるということなので、うん、伸びしろですね。伸びしろですね。はい、まあ、じゃあおめでとう。こんな圭介選手出てきた
ファミレスは合わなかったですね。どうします、今んとこ全部ダメだな、全然仲良くなれない続いてラジオネーム、はい、ふかふかボンボンさん、ありがとうございます、うん、私はとある小説家のパプアニューギニアの島で言葉の全く通じない原住民とサメの丸焼きを一緒に食べたら仲良くなれたというエピソードが大好きなので、うん、石川さんと友達になりたい天木さん、うん、ぜひ一緒にサメの丸焼きを食べてみるというのはいかがでしょう。いいですね。サメは無理でも美味しいものを一緒に食べるという感情の共有は言葉や心の壁を越えるものだと思うので、ぜひ一緒に何か美味しいものを食べて仲良くなってみるというのはいかがでしょうか。お二人は食べ物だと何がお好きですか。原住民と、確かに言葉たまに通じないですもんね。うん、どっちが原住民やるここ日本なのでやっぱり石川さんが原住民。あ、そうだね、多国籍語を話せる天木さんの方が多分先進国だよ ね、はい、そうですね、どう考えても俺一カ国語しか喋れないから俺だね。そうですね、じゃあここでそうですねやりましょう。美味しい食べ物、確かに今でもそうですね、日本じゃサメは食べれないので。そうですね、何食べに行きますか。何がいいのかな。なんか一個のものでしょ、はい、おでんなんじゃないの。おでん、あ、本当ですか。なんかこのラジオの流れ的にはね、ここでもうじゃあ約束しちゃいますか、皆さんの前で石川さんにおでん食べに連れて行ってもらいますと。いろんなものが怖い事務所とかさ、いろいろあるじゃん。ちょっと、皆さんも誘いましょう。あ、そうだね。で、まあ、アマちゃんにも来てもらおう。なんなら、本当ですか。うん、あ、怖かった今。アニプレさんの顔がスン下を向いて台本を見ていたアニプレさんの顔がスン石川さん分かってますよねっていう、快諾しないでくださいねっていう圧を感じたもん今。怖かった、うん、皆さん心配しないでください。みんなで行きます。ふかふかボンボンさんなんて提案してくるんだよめちゃめちゃ怖いだろこんなのみんなで行こうねみんなで行きましょうなんか作品のプロデューサーとかも交えてみんなで行こうね。みんなで行こうね、ね皆さんうなずいててありがとうございます。よかった、はいですね、ふかふかボンボンさんありがとうございます続いてです、ラジオネームりょんりょんさん、はい、ありがとうございます。お友達になるのに大切なことは、うん、自分の内面を相手に見せることだと思います、うんうん、そこでサリーちゃんが抱えているちょっとした悩みをカイト君に打ち明けて解決してもらうというのはどうでしょう。むしろ今すぐにでも実施できると思うので実際にやってみてほしいです。なるほどね、いいんですか。そう、悩みなんてなさそうだけど、ね、なんでですか。あります、いっぱい。なんかもう前向きに物事を捉えて、はあ、もう邁進しているっていうすごいポジティブな人ってイメージが勝手にあるんですけど。本当ですか、うん、それは嬉しいです。ありがとうございます。頑張ってんだね裏でスッてスッて刺すよ切れ味すぎて気づかなかったです。そうですね、じゃあ、うん、そうですね、お悩み、私あのコミュ力が0か100しかなくて、うん、あの現場によっては極度の人見知りって思われるか、うん、距離感急に縮めすぎな変な人って思われるんですけど、うん、いい感じの50ってどうやったら出ますかね。めっちゃ難しいじゃん怖っえ、めっちゃむずいじゃんえ、はい、俺もなんだよね。あ、本当ですか。そう、なんか、あ、なんか知ってる人いっぱいいるっていう現場だとめちゃめちゃ喋るし、はい、突っ込むしボケるんだけど、はい、マジ知ってる人いない現場だと一言も喋んない。あ、一緒です。どうやって生きてますか。ね仕事だって思ってるあー、なるほど、これは仕事、話しかけられたら話そうって思ってってると話しかけらんないよね。あ、そうですね、うん、しのいだって思うよねだから、はい、よし、この2時間のアフレコしのいだぞって捉え方です。捉え方、なるほど、うん、はい、わかりました。そう、仲良くしてくれようとしない周りが悪いって思うそうですね、俺と仲良くしてくれようとしてくれない人たちの方が悪いもんねって。そうですねえ、今あやされてる俺、はい、大丈夫ですよ。石川さん、逆になんかお悩み事ありますか。悩み事、うーん、何でもポジティブに変えますよ、私特技なので。そうだな、悩み事、はい、悩み事か。僕お酒が好きなんですけど、はい、気づいたら、うん、なくなっちゃってるのはなんで。お酒がですか、うん、なんか日中の生活に満足してないんじゃないですか。
え、全然前向きに捉えてくれんびっくりした。え、なんならちょっとポップな感じの相談をしたのに日中の私生活のダメ出しをされとる。なんか忘れようとしてるものがあるのかな。確かにね、はい、なんか忘れようとすることある、何か日々の生活の中で。さあ、でも私よく寝ちゃうので、うん、はい、お酒とかあんまり飲まないので、そうですね、 なので石川ランニングとかしたらどうですか。疲れ果てて寝ちゃうかもしれないです。もう疲れてんのよ。ああ、なるほど。日々人生に疲れてんのよ。なるほどですね。もう仕事仕事仕事の毎日でありがたいよね。はい、 ありがたいよね。さあ、じゃあ、おでんやっぱみんなで食べに行きましょう。みんなで美味しいおでん食べながらさ、はい、ハッピーな会にしましょうね。ギャハギャハ笑ってさ、はい、幸せなうちに眠りにつきたいな。そうですね、じゃあ石川さんが眠るまでみんなで起きてます、うん、俺が寝た後なんか絶対楽しいこと起こるじゃん。寂しいよ。なんでそんな寂しいこと言うの。もうダメだ、もうダメだ。うわー、すごい敵だよ、もうどんどん同僚から敵になってってる。どうしましょう。エネミー、エネミー、オーノー。でもどうしましょう、もうお便りがない。もうない。あー、エネミーになったか。エネミーになっちゃった。まあ、ある意味敵っていうのこうライバル的なね。ライバルにしてくださるんですか。ライバルっていうのもちょっとおかしいな関係だよね。敵だよね。公式的になったということで、うん、皆さん、ありがとうございました。いっぱいアイディア、何もあの力にできなかったですみません。みんなのせいで敵になりましたよ。反省してくださいリスナーは。以上、特別企画、タイトさんと友達になりたいでした。テレビアニメ、ともちゃんは女の子、キャロルのふわっとラジオ。ここでお知らせです。テレビアニメ、ともちゃんは女の子が放送中です。そして D アニメストアとプライムビデオ、その他配信サービスでも放送中です。詳しい放送配信情報は公式サイトをチェックしてください。ともちゃんは女の子ブルーレイ &DVD の第3巻が3月22日水曜日に発売になります。特典のキャラクターソング CD ボリューム3には高橋理恵さんの演じる友のキャラクターソング、ゆるく猫どんぐりコロコロ友バージョンが収録されています、うん、その他豪華特典満載ですのでお見逃しなく。友ちゃんは女の子スペシャルイベント、友ちゃんだよ全員集合オールストーン感謝祭が5月14日日曜日に開催されます。あさって2月22日水曜日発売のブルーレイ &DVD 第2巻には夜公演のイベントチケット先行優先販売申し込み券が封入されておりますので、ぜひチェックしてください。応募方法など詳しい情報は公式サイトをご確認ください。以上お知らせでした。番組ではリスナーの皆さんからのメールを大募集。アニメの感想、ふつおた、各コーナー宛のメールなどラジオの番組ページにある投稿フォームから送ってください。たくさんのメールをお待ちしています。ということでエンディングとなってしまいました、はい、ねえ、石川さんいかがでしたでしょうか。いや、なんかまさか敵になるとは思わなかったんですけれども、はい、まあ敵敵言ってますけど、うん、実はラジオが始まる前にアメリカからのお土産で食料をいただいておりまして。そうなんですね。なんか僕の好きなエナジー系のものもいただけたりとか、はい、なんか飼育員石川さんのことを考えて、はい、お友達になりたくて持ってきました、はいはいはい、僕食べ物与えられるとすぐあ、食べ物くれる人だってなるんで、はい、ペットです僕。飼育員とペットわかりました。そういう関係でなんかいけない関係みたいじゃないか。やめてくれよ、なんかそういう自分で言い出したじゃないですか。ちょっと盗作しちゃった、ごめん。はい、なんか多分プロレスが一番気持ちいい人ではあるから、はい、なんだろうな、団体員だ、私たちは団体員ですか。そう、なんかあの日本のプロレスみたいなのがあるじゃないですか。はい、大日本プロレスとか、うん、新日本プロレスとかいろいろありますけど、はい、団体員です。やっぱり お互い共にプロレスというか。そうそう、ね、嬉しいです石川さんとプロレスができるのは、うん、いや楽しいですよね。楽しいです。こんなにプロレスに付き合ってくれる人なかなかいなかったですね。あ、本当ですか。そう、なんかね、刺すと怒られるって思われてるのか分かんないんですけど、はい、めっちゃ刺してこないんですよみんな。あ、だからすいません、なんか知らないうちに切ってくれてるの気持ちよすぎて、えずっとラジオやってたんかな俺らみたいな
気持ちになっちゃった。うん、嬉しいです。前世からプロレスやってるのかもしれないね。嬉しいです。じゃあ私たちはじゃあ友達以上のプロレスラーになったということで、はい、だから僕らの関係はプロレスラーです。プロレスラーでございます、はい、ありがとうございます。では石川さん、最後に番組をお聞きの皆さんにメッセージお願いします。はい、ということで、2回目の登場となりました純一郎役の石川海人でございますけれども、アニメ本編の方もですね、どん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 キャラクターの関係性が深まっていきまして、今後本当に見逃せない展開盛りだくさんになっておりますので、それはもう友と純一郎もそうなんですが、それ以外のキャラクターの関係性と思いっていうものも明らかになっていきますので、ぜひともアニメの方も注目してご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。次回の配信は3月6日の月曜日、オープニングテーマを歌っているアーティストマハラージャンさんをゲストに迎えしてお送りします。お楽しみに。それではそろそろ時間です。お相手はキャロル・オールストン役天木サリーと、本日のゲスト久保田純一郎役石川海人でした。 Thank you for watching. Let's meet again next time. Bye bye. 海人さんはめんどくさい